と言いますね、はい、今のヘイトスピーチの話ですが、この直接市長が逮捕されると、いやだからそれ一案として言ってるんですよ、だからそんなことをもし制度としてやってしまったら、じゃあどこまでの団体の話聞くのかとかね、僕は基本的には団体の個別要望というのは聞いてませんから、ただちょっと行政でしっかり整理して具体的にやっぱり、行政として見過ごせないようなね、まあ、一方的に被害と決めつけるのがいいのかどうなのか分かりませんが、ただやっぱりそういう困ってる事態、問題が生じている場合にはまあそれを抑えるために僕が出るっていうことも一つありなのかなと思ってるんですけどね、まあ、だからこの前でいっぱいいろんな団体がここで橋本辞めろやらなんやらっていろいろやってるんで、まあ、その一環でやってくれてもいいんですけどね、そこの前の広場開放しますよ、そしたら。いやただこういった会見の場で市長がそれをお考えを述べられると、ええ、まあ、広くこれが情報発信がされるということになると求めてくるところがあると思うんです。いや、それを対応する、その代わり引き換えですよ、大阪市内でだからそういうヘイトスピーチと言われるようなね、集会とかね、まあ、だから難しいですよ、だから表現の自由のこともあるんで難しいけれども、でもそんなところでわー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 言っても何も変わらないんで、それだったら政治や行政のその責任者にね直接言った方がまだ変わる可能性もあるし、僕の、まあ、ある意味朝鮮学校に対する補助金のその考え方とか、あ、そういうこともしっかり伝えてですね、何かもし問題があれば聞くし、まあ、そこはある意味引き換えです。だからそういうことをやめてもらえる、大阪市内でそういうことをやめてもらえるということだったら、まあ、直接僕が対応してもいいのかなというのは思いますけどもね、まあ、あとはそこの大阪の、まあ、これ誰にも、まあ、市役所の職員にまだ言ってないから分かりませんが、そこ前広場みたいに広いからその中でやってもらうと。分かりました。あとその証言証拠ですかね、その証拠第三者委員会でその、検討してもらうと。これは設置については具体的にはまだ、いやだからこれはもう僕のこういう感じでね、だからそのいきなりヘイトスピーチの規制といって何かその表現を規制するとか、特に罰則規定なんか設けるなんてこれはやっぱりできないと思うんでね、それがヘイトスピーチに当たるかどうかもうこれは大変な作業になってしまうから、やっぱりこれは司法判断しかないのかなと思うんですけれども、ただみんなでその議論してこういう表現っていうのはここ問題だよねとかね、ここはやっぱりちょっと言い過ぎなんじゃないのっていうことをこう議論するのは僕はそれはありだと思っててね、でその議論をまあ公表するっていうこともありなのかなと思うんですよ。だからその表現内容を直接こう規制していって罰則を加えるとかそういうやり方、まあ普通はヘイトスピーチの問題になればすぐにこれ規制しろって話になるんだけれども、そうじゃなくて、まあいろんな立場の人に入ってもらったそういう会議体でね、この表現はどうなんだろうということを議論してもらってそれをオープンにするっていうことだったら、表現の自由侵害とかそういうことにもつながらないのかなと思うんですけどね。